皆さんこんにちは。ココハウス鎌倉店売買営業部、火の国熊本出身、九州男児、鎌倉を愛する男、岩崎匠です。今日はですね、駅近、海近、長谷寺も近い立地に優れた素晴らしい物件をご紹介したいと思いますんで、行ってみましょう。はい、皆さん到着しました。こちらがですね、今回ご紹介したい長谷の新築の物件になります。パッと見た時にね、皆さん物件にどのようなねイメージを持たれるか、ちょっと私はすごい意見を聞きたいんですけど、私としてはですね、近くに長谷寺もあって、この閑静な住宅街っていうところもあってですね、もう和の雰囲気がすごい伝わってきますよね。こちらの駐車場もちろん1台ついてます。で、皆さんね、鎌倉で物件探している人だとよくご存知かと思うんですけど、道が狭くて駐車場も狭くて、なかなか自分の好きな車をね止めることができないっていう物件非常に多いんですけど、こちらセットバックをしておりまして、すでに4メーター確保されてます。駐車場もパッと見癖があるように確かに見えますが、もう車をねここから頭までこうずっと来てもらって、お尻からこうこちらのね壁沿いに沿って止めていただければ、もう十分なね距離と、大きさ確保できるんで、ある程度サイズがある車もしっかりね止められるんで安心してください。軽なんかのねコンパクトな車であればもう問題なく止められると思うんで、そこは嬉しいポイントじゃないですか。海までも徒歩圏ってなったら皆さん何浮かびますか？そうです、サーフィンできます。そう、マリンスポーツやって、その帰り道にですね、ここでシャワーを浴びて汗流すことができるんですよ。この辺りだとワンちゃんをね飼ったりする方多いと思うんですけど、ここでワンちゃんの足を洗って、後から説明もしますけど、もうこちらからねワンちゃん上がったり抱っこしながら入ったりできます。便利ですね。こちらブラジルのねヤシの木と琉球石灰岩を使ってるっていうところで、和の雰囲気と海辺のデザインを混ぜることで、もう和と海辺両方堪能できるような外観になってます。こちらですね、宅配ボックスもしっかりついてるんで、開けると上、こちらメールボックスですね。で、下は宅配ボックスなんで、外出時遊びに行ってる時の荷物の受け取りの心配ありません。安心してください。で、お次にですね、一つ外観パッて見た時にどうです、ここ梁が2箇所あることでデザインとしてもギュッと締まって見えますし、なおかつお部屋の中からの目隠しもできてるんで、機能性にも優れてます。お待たせしました。では皆様お待ちかねの中行っちゃいますか。お邪魔します。いやー、いいですね。僕実はですね、もうこの物件 3,4 回はね来てるんですよ。扉に入った瞬間に何がいいかって、このね高さ、天井の高さと、後ろ振り向いてください、このね抜けてるんですよ。普通のお家だとね、扉開けて壁に囲まれたりとか、お部屋がねやっぱ面積取れないから閉塞感が出たりするんですけど、ここもうぐるーっとエントランスとこのホール周りが本当に広いんで、入ってまず開放的な空間が待ってるっていうところが私の好きな推しポイントです。そして次にですね、まず靴の収納たくさんあります。こちら一つ目のウォークインなんですけど、靴の収納もできますし、マリンスポーツの道具だったりゴルフバッグ皆さんお持ちですよね、それこちらに収納できますし、ちっちゃいねまだお子さんいてベビーカーなんかの問題ももうこちらにしまえるんで、収納に困ることはないです。で、次にこちらにも靴の収納は、しっかりね取れますんで、恐れることはありません。そして最後一つ嬉しいのが、やっぱりこの鏡、姿見がねあることで、追加で鏡を買ったりする必要はないですし、お仕事行く前、お友達と遊びに行く前に最後ここで自分のね姿チェックして行ってきますができるんですよ。いいですよね。まず1階の間取りがどうなっているかと言いますと、お部屋3つあります。そしてトイレが1つです。で、まずこちら玄関入って右手のお部屋が一番のね大きいメインの洋室になります。ここポイントとしてはねいくつかあるんですけど、まず2面採光の窓になってるんで部屋も明るいですし、もう採光はねバッチリ取れてるんで
で次にこちらが先ほど案内してた時の前面道路になるんですけど、こちらは窓の高さ取ってるんで目線がね歩いてる人と被ることはないっていうところは、まあ防犯上もね安心されるのかなって個人的には思います。お部屋としては長方形のねタイプなんで、お部屋のインテリアだったりとかベッドを置いて残りのスペースを有効活用するっていうのは非常にここのお部屋はね使いやすいのかなと思います。で次がですね、はい、こちらが収納です。私でね今だいたい1メートル72センチあるんですけども、僕も入ってすっぽり入ります。で奥行きの幅もあるんで洋服だったり大きいものの収納には困らないですね。はい、次がですねお部屋、ちょっとこちらから見ていただくと2つあります。でどちらのお部屋も広さは同じ 5.2 畳です。で個人的にはねどっちのお部屋が好きかなってなるとこちらのお部屋の方が好きなんですけど、理由は説明します。はい、どうですか、ここ僕がね好きって言った理由がわかるんじゃないですか。このもうウッドデッキ見えるっていうのもいいですし、ここもう抜けてるね、窓からの眺望も素敵なんで、僕個人としてはねじゃんけんで好きなお部屋決めていいよって言われたら迷わずねここのお部屋を選ぶと思いますよ。でここだとちょっと夜風当たりたいなんてなっても、ここにスリッパ置いてればここから外出れますし、こちらからもねもう裏庭にもすぐ行けるんで、この部屋は個人的にはまあもう僕のお部屋かなと、僕が住むんだったらここ選びます。はい、ではでは次はですね1階部分の個人的なもうメインの推しポイントご紹介に移ります。もうそれはですね今見えてるこちらのこのバルコニー部分ですよね。なかなか鎌倉エリアでバルコニーがしっかり取れて、でなおかつデザイン的にも優れてるバルコニーなかなかねないんですよ。それが今回ねあるっていうのがもう個人的にはすごい嬉しい。ちょっとそれご紹介させていただきます。このバルコニー部分何がすごいかというと広いんですよ。歩いた時に 1,2,3,4,5 5歩も歩けるんですよ。5歩歩けるバルコニーが鎌倉にどれだけあるかっていうお話なんですけどね、なかなかないんですよ。そこがまず魅力の一つと、この広さですね。次に推しポイントであるこのバルコニー部分にシンボルツリーの代表格であるシマトネリコがもう植えられてるんですよ。でこの子のね何がすごいかというと、まず強い、これ強いっていうのは生命力が強いんです。夏にも強いですし冬の寒さにも強い、そしてメンテナンスがしやすい、そういうところから、まあ、あとすみません忘れてました、デザインもいいんですよ。この可愛らしさ、生命力の強さ、見た目の良さ、この2つからですねシマトネリコはシンボルツリーの代表格と言われてます。それがこの長谷の新築にはもう備わってるんですよ。建物のね経年劣化とともにこの子どん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 大きくなります。楽しんでください。次がですねこのウッドデッキのねこちらの部分を降りると、だいたい広さで見ても4畳かね5畳ぐらいのお庭のスペースがあるんですよ。僕の方から立った時にこの空がねものすっごい抜けてるっていうのがまず一つと、でこの4畳5畳のスペースがあれば皆さんそうです大好きですよね、バーベキューできます、海行かずともいいんですよ。もうここで家族揃ってご友人呼んでバーベキューできますよ。もう夏楽しみですね。この広さがあればバーベキューもできますし、お子様がちっちゃい時はプールを出してお水遊びがねできるんですよ。まあでもね近くに由比ヶ浜海岸があるんで、由比ヶ浜行くかプール行くか悩みますよね。両方楽しみましょう。それができるのがこの物件の魅力です。1階部分ちゃんとあのトイレがあります。開けますとこちらですね、もう新品でね綺麗なトイレ入ってて、まあ、階段の下にあるんですけど、もう高さ的にもね問題なくこう閉塞感があったりとかそういうことはしませんので安心してください。では次に2階に行きましょう。こちらのね階段なんですけど手すりもついてるんで、で例えばお母さんとかおばあちゃんとか来た時にちょっとやっぱ手すりがねない階段を登ると不安な時もあるかもしれないんですけど、こちらの物件は新築でちゃんと手すりもついてるんでそのあたりも考えられております。では2階にもまずトイレあります。階段の下にあるトイレではないので高さもバッチリあるので安心してください。皆さんお待たせしました。こちらがですねこの建物の中でのもう推しポイントの中でも
いくつかあるんですよ、推しポイントが。その中でも本当にこう上位を競う推しポイントの一つ、まず見てください、こちらのリビング。お部屋のメインどころは全てリビング LDK なんですよ。で、広さもありますし、見てる方ね気づくと思うんですけど、そうなんです、天井がねやっぱものすごい高い。で、天井が高かったらやっぱ開放感がもうものすごいんですよ。これはね来ないとわからない良さなんで、画面越しに伝えられてるかがちょっとねもう僕不安なんですけど、もうものすごく天井が高いんでそこは楽しみにしてほしいと。で、次にこちらが今回のキッチンです。見てください、お皿洗ったりするスペース、食品をね洗ったりするスペースも十分に広いんで、これはねかなりポイント高いんじゃないですか。そして次にメーカーさんがドイツの高級キッチンメーカーのグラフテクトさんっていうところが作られてるんですけど、まあ、そこのねポイントでいくと、やっぱりもうパッと見ていただくと分かる通りもう美しいんですよ。まあ、業界用語だとねこうスタイリッシュだったりとか、そういう洗練されたって言うんですけど、もう目を引くぐらい美しいキッチンが導入されてるっていうところが、もう注文住宅級のね設備が入ってるんですよ。それがまず一つで、次に見てください、ちゃんと食洗機もこのサイズ入ってますんで、ご飯作って大量のお皿が出るの辛いですよね。僕もあのご飯を今彼女とあの同棲をしているんですけど、皿洗いいつも揉めてます、大変です、食洗機ないです。ただここ食洗機ある生活が待ってるっていうのは嬉しいですよね。ご飯好きなだけお皿使って料理しても食器くん頑張ってくれるんで何の心配もありません。これ魅力の一つで、次にやっぱりねいいのがこちら、キッチンの横に、まあ、もちろん換気扇ついてるんですけど窓があるんですよ。で、ここちょっと来ていただけます、こう料理しながらですよ。私の得意な料理はチャーハン、好きな食べ物オムライスなんですけど、見てください、ここ料理しながらねパッと右向いたら緑も見える、緑見ながら料理ができる、こんな最高な環境なかなかないですよ、たまりませんよ。で、次にねこの収納の広さももうパンパンと開けますけど、もうね申し分ないです。見てください、この広さです。追加で食器棚買ったりする必要もないっていうのは魅力ですよ。もう造作されたね棚の美しさが入った瞬間についてる、たまったもんじゃないですね。そして次なんですけど、ちょっと閉めますね、お待ちくださいね。で、こちらが、まあ、スペースとしてはもちろんここにねあのコンセントあるんで冷蔵庫です。ここに冷蔵庫を置けるスペースもありますし、なんでこの辺りがまあ電子レンジだったりねコーヒーメーカーを置いたりができるっていうスペース、これがこの広々とした、いきますよ、こんなに広々としたキッチンスペースがあるリビングです。はい、では次がここリビングの横に和室ついております、こちらです。いいですよね、先ほど言ったようにあの和の雰囲気と海の雰囲気、ここの部屋はねもう和の雰囲気をたっぷりと取り込んだお部屋になってます。ちょっとねこちら側のスペースは、まあ、収納だったりとか、まあ、デッドスペースに、ね、なってしまってる部分もあるんですけど、まあ、お荷物の収納だったりとか、もうこちらのねクローゼットもかなり容量大きいんで、ここにお荷物は収納をして、まあ、下にも入れれると。で、ここでこの和室をですね、まあ、どういう風に使うかっていうのは非常にね悩ましいんですけど、最近だと皆さんこの辺りだとやっぱりねリモートワーク増えてる方もいて、まあリモートワークが定着してる方の方が多いですかね。そういう方たちの、まあ、お仕事のお部屋に使ってもいいですし、まあ、畳があることでですよ、ここに本棚作ったりとか、まあ、書斎だったり趣味のお部屋として活用するのが僕はねいいと思います。そして嬉しいポイントがもう一つ、この和室からこう抜けてるんですよ。この抜け感が、畳のあるお部屋にこの抜け感の奥には緑、最高なんですよ。もう本当にねこの良さを皆さんに伝えたいんで、大丈夫です、最後にまた言いますけど、見てください、本当に素晴らしい眺望です。では次のご説明に行きましょう。次はですね皆さんの水回りです。メインの水回りがこのキッチンの動線で行くともう真横にあります。はい、こちらですね、
まずパッと見服に嬉しい三面鏡の独立洗面台があって、幅がねものすごい広いんですよ。でデザインの色としてはね、まあ、白をモチーフとした清潔感あふれる水回りができてます。皆さん、カンタ君、これなんとこれプレゼントです。作っていただいたね、地元のあの工務店さんなんですけど、その方たちからのカンタ君はプレゼントなんで、こちらに洗濯機を置いていただいたら乾燥はこちらでもできます。できますし、これ後からご紹介するんですけど、ルーフバルコニーでも洗濯物干せるんで、気分に合わせてカンタ君を使ったり使わなかったり、これはお任せします。お風呂部分なんですけど、入ってるサイズのものはですね、 TOTO さんのあの1616サイズ、こちらが入ってますんで、まあ大体一坪サイズのお風呂ですね。まあ足を伸ばしたりとか、お子さんと一緒にお風呂入ったりっていうのは問題なくできる、清潔感あふれるいいお風呂です。では次は皆様お待ちかねの3階のルーフバルコニー部分にご案内します。いやー、来ましたよ。こちらがですね、3階のルーフバルコニーのスペースになります。よいしょ、到着しましたね。ここが推しポイント、大きな推しポイントの2つ目です。見てください、このもう抜け感、緑に長谷寺が見えるルーフバルコニー、いやー気持ちいいですね。このルーフバルコニーで洗濯物を干せます。先ほどね、あの2階部分にあるカンタ君を使ってもいいですし、お洋服だったりとか枕カバーとかね、ベッド周りのものってやっぱりお日様の力欲しいですよね。そういう時は3階までね、ちょっと大変ですよ、2階から持ってきたりとかしないといけないんですけど、3階まで来ればもうお日様の力を借りて洗濯物をパリッとカラッと乾きます。大丈夫です。綺麗な緑が見えますけど、あと1ヶ月2ヶ月経ってくると紅葉で綺麗な色に変わってくるんで、そういう季節の移り変わり、ルーフバルコニーからも楽しめます。そしてこれ、この前ね、あのお客さんとちょっとご案内してた時にですね、あのできるかできないかはちょっとわからないんですけど、例えばなんか簡易的なサウナみたいなのを作って、冬とかですよ、置き型のなんか今サウナとかがあるんで、それを作ってサウナ出てここで外気浴をする、これ最高じゃないですか岩崎さんって言われたんですけど、ちょっとサウナができるかどうかわからないんですけど、仮にできたら夜ですよ、冬季節、じゃあ12月1月とかに寒い中サウナやって外気浴しながら、で鎌倉ね、皆さんご存知かと思うんですけど、夜意外と星が見えるんですよ。でここにね、もうなんか敷いたり椅子置いたりして寝ながら星見る最高の生活がね待ってますよ。では皆さん、これで寂しいんですけど、長谷の素敵な新築の物件のご紹介が終わってしまいました。再度振り返ります。海が近い、駅からも近い、長谷寺も近い、素晴らしい立地に囲まれたこちらの物件、もうお部屋の中には魅力がたくさん詰まっております。その魅力に関しては現地で私に説明をさせてください。もうね、来て皆さん好きになること間違いないです。まずは岩崎匠までお問い合わせお待ちしてます。では皆さん、ココハウスチャンネルにチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。